めの義家は現在5人家族。一家の大黒柱のお父さんは割と普通の作詞家。瞳お姉ちゃんはお嬢様学校を出た割と普通の夢見る OL。 お兄ちゃんはダンスが好きな割と普通の受験生。ただし無道中。あやお姉ちゃんは割と普通の元気な女子高生。ただしケチ。そして僕はトモ、割と普通の可愛い小学生。お母さんは単身赴任でいません。僕の家は割と普通だけど、なぜか毎週変なことが起こるんですよね。はじめまして、ひとみです。下田です、よろしくお願いします。月並みですが、ひとみさんご趣味は？ひとみお姉ちゃんのお見合いから1週間、私と一緒に幸せが目を覚ましました。お見合い相手の下田さんからは何の連絡もなく、お姉ちゃんは何をやっても上の空。どうやら下田さんのことが頭から離れないみたいです。お姉ちゃんの気持ち下田さんに届くといいんだけど。ちょっとどうしたの？あのうちの子が何か。人参さんの前でさ、人参負けてもらったのね。お金払おうと思ったらお財布がないの。それでいくら入ってたんだ？12,548円。もう今月苦しいのになって。いや、それでね、本館がこの家の前から八百屋さんの前までずっと調べたんですがね、見つからないの。しかしこの事件、巡査生活25年の私が解決してみせましょう。さっきからそんなことばっかり出て全然見つからないじゃないのよ。ええよ、必ずや財布はこの家の中にある。探そう。探しましょう。ちょっと待て待て待て、早い早い早い。いいじゃないか、もう晩飯の買い物をしなくちゃ。ちょっとお前銀行行ってこい。じゃあだ、絶対探す。じゃあだ。ああ、俺払っちゃった。あや、今日の晩飯なんだっけ？カレーよ。またカレーか。やっぱり。ねえ見て、すごい綺麗な指輪なの。指輪なんてどうでもいいのよ、財布よ財布。ねえパパ、これってママの？あ、おい、これママのだよ。なんだろうこの紙。どれどれどれ。アルカンデラムーン。アルカンデラムーン。呪文みたいですね。アルカンデラムーン。アルカンデラムーン。あ、皆さん、あった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 。この植木橋ご覧ください。私が置いたんだった。あ、なんだよお前、なんでそんなとこに置いたんだ。あの観葉植物育つからさ、お金になるかななんちゃって思っちゃって、お前バカか。あんたに言われたくないわよ。でもお前さん、どうして植木鉢の中だって気がついたんですか？まあどうしてっていうかな、巡査生活30年のこの、さっき25年って言ってませんでしたっけ？不思議だな。あ、っていうのはね、そちらのお嬢さんの声を聞いたら急に体がスッと植木鉢の方に向いて。まあまあまあ、とにかく見つかったんだからよかった、あのちょっと晩飯の買い物してる。銀行、俺一緒行ってやろうか？うん、大丈夫、行ってくる。ちょっと待って。行く必要ないわ。どうして？カレーが来る。あ？はーい。カレーの香り。こんばんは。みどりさん、実はね、田舎から両親が来るのでカレーを作った。よく知ってるわね、ひとみちゃん。でも急に来れなくなってカレーが余った。なんで知ってんの、ひとみちゃん。いえ、なんとなく。あら、なんでこんなとこに余ったの？まあちょっとした事件がございましてね。ちょうどよかった私ね、最近下着盗まれてるの。それはどういった形状の下着でしょうか？あの腰のあたりにこう、紐がついてるやつ、
おお、それはもしかしてですね、後ろ向きになるとここにティーバッグというのが一本入ってて、飯島愛とか野坂夏実がこの入ってて、こういう形になると危ないよなんていう、そういう形状のやつですか？知らん、知らんすよ。しかしけしからんな、下着泥棒。よし、巡査生活28年のキャリアをもってこの私が逮捕してみせましょう。25年だろ。なんだ、悪態つくか。手を下げろ。お前だな。よし、待って、手を下ろすか。どんどん。そうかそうか、そこんなそばにいたか。これでバッチリですよ、皆さん。はい、行かせて、行かせて。うちもよく下着に積まれるんだよね。うん、その形状は越中ふんどしというやつじゃありませんか。大体は皆まで言わなくても、こういったやつで、こういうやつでしょ。買い物泥棒だら、すぐそこの庭に現れるわ。ちょっと、いいか、落ち着けよ。これから何が何言ってどういうことするか、私みんな分かるわ。私今分かるわ。え、台本読んでるもん。ああ、瞳にもその能力があったのか。え、実は今まで黙ってたけど、俺には超能力があるんだ。ちょっと待て、ちょっと待って、お前何言ってんだ。初めて行った土地なのに、その昔その景色を見たなって感じることがよくあるんだ。いや、まだうまくはコントロールできないが、俺には予知能力があるらしい。実は私も。え、そうか、我が家は超能力一家なのか。お父さん、それはデジャブです。デジャブ、なんだこれ。デジャブは超能力じゃありません。誰もがある精神状態になると経験する錯覚なのです。超能力じゃないの。とも、お前ってやつは何でもよく知ってるな。ああ、どうしたんですか、みどりさん。私にも超能力あるわ。小学校3年生の時にね、遠足に行ったらどっかで見たような景色。みどりさん、それがデジャブです。たく人の話聞いてない。そうなあ、の錯覚か。子供の時から誰にも言えない秘密が3つあると思ったのに、1つは錯覚か。おい、ちょっと、あと2つは教えない。うん、泥棒とお巡りさん。え、ね、泥棒とお巡りさんがまたここに来るわ。トモ、今のはデジャブ？いえ、今のは紛れもなく超能力です。あの、私にも超能力がある。デジャブです。そう。ああ、ほんと何、そろそろ CM だわ。 CM の後もすごいことが起こるわ。いや、どうなるの。台本読まなきゃ。台本、ここかな。反則、それ8話。この番組は健康で豊かな生活を創造する大塚製薬の提供でお送りします。みどりさんの作ったカレーはうまいよ。そうね。ちょっと親父、カレーなんか食べてる場合じゃないでしょ。あ、何こんな、何、タバコ屋さんの角で事故があるわ。おい、あ、これ食べるまでしょ、うん、でしょ。これどうなってるんだよ、トモ。まず、あやお姉ちゃんのお財布が見つかって、買い物に行かなくてもカレーが来て、下着泥棒が見つかって、タバコ屋さんの角で事故があって、ひとみお姉ちゃん、あのあやお姉ちゃんのお財布を見つける前の行動を思い出してみてください。その指輪。え、指輪、あんたがおかしくなったのってこの指輪つけてからじゃないの。
そうだったかしら。ちょっと見せてください。ムーンストーンだ。ムーンストーン、デジャブ。ムーンストーン、ムーンストーンって月の石ってこと？いいえ、名前がムーンストーンっていうだけで地球の石です。じゃあなんでムーンストーンって言うんだよ。月の魔力が秘められていると言われているからです。月の魔力。昔から満月の場になるとムーンストーンにお願い事をするんです。そうすると月が叶えてくれると昔から言われているのです。なあほな、でも私これつけてから予言になったの。このアルカンデラムーンっていうのは何かしらね。はあ、そういえば母さん、そう、満月の夜になると指輪をはめた手をかざしてアルカンデラムーン、アルカンデラムーンって呪文を唱えてた。そうすると願い事が叶うんだって。ママにも少女チックなところがあったんだね。いや、実際その指輪をはめたおかげでかけがえのないものを手に入れたって言ってたよ。なんだろう、お母さんのかけがえのないものって。お金よ。俺だろ。肝心なことを忘れちゃいないか。何かしら。何？俺だ、お父さんだよ。なあ、さっきにも笑っちゃってみたい。なんだか、なんだか、お前たち。不思議なのはムーンストーンだけじゃないんです。月自体にもいろいろな不思議があるんです。パソコン、満月の夜にはよく殺人事件が起きるですって。殺人事件？アメリカの精神科医の調べたデータによると満月の夜には殺人事件が多いんです。あ、どうしたかしら。まだあるぞ。出産と月の関係。出産？満月の夜にはよく子供が生まれるのね。え、どうしてどうして。バイオタイド理論っていうのがあって、それによると月の引力が人間の体液に影響を及ぼしているんです。え、月に引力なんてあったっけ。その引力のせいで人間の体のバランスが崩れてしまうんです。だから満月の夜って不思議なことが起こるのね。ムーンストーンの力も満月のせいかしらね。ああ、そういえば今夜満月だわ。ねえ、みんなでさ、何か願い事してみて。まったみどりさんまで。アルカンデラムーン、アルカンデラムーン。ひとみ、何お願いしてるの。ちょっとね。僕にもお願い事が。明日学校で逆上がりのテストがある。おお、俺にも俺にも。あんた何？ほら、俺競馬行こうかと思って。競馬。なんだ。誰かしら。まさか。日本版や。あ、そうです。誰？この人。ひとみお姉ちゃんのお見合いの相手。まあ、ひとみちゃん、お見合いしたの？まさか。ひとみのお願い事って。志村さん、ちょっとちょっと、あんたどうしてここに来たんですか。あ、いや、よくわかんないんですけど、急に足がこっちの方に向いて。あ、すごい効き目だわ、この指輪。ね、ちょっと私にもちょっと貸して。志村さん、どうしたんですか。あの、あなたは。あ、お向かいのみどりさんです。はじめまして。ナイスミーチュー。今度の日曜日空いてますか。今のところ別に何も用はないんですけど。いえ、みどりさんです。え、私。ドライブしませんか。ドライブ。下田さん、はい、初めて会ったのにこんな気持ちになるなんて今まで一度もなかった。ボレメ、一目惚れです。みどりさん、僕と結婚してください。え、みどりさん、簿記と結婚してください。ちょっとあんたね、いい加減にしなさいよ。ひとみはあんたのことがね。おい、ひとみ、ちょっと待て。おい、ひとみ。まさかその指輪じゃ。指輪？ま、まさかそんな。これ。おい、え？
ちょっと、下田さん、下田さん、あなた自分の言ったこと分かってるんだろうな。さっぱり。なんで。やっぱりその指輪のせいですよ。もしかしたらさ、これなんかで受験受けたら楽勝かもな。あちゃんちゃん。あよし君、あ目惚れです。あらちょちょちょ、おじい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 おなんか泣いてくださいよ。巡査生活何年って言ってましたっけ。何年だっていいんだよそんなことは。ちょっとこの男なんとかしてくれよ。指輪指輪、あ指輪お父さんも次に置けませんな。指輪ってない、指輪泥棒か。そうか、本館にもついにこの日がやってきたか。巡査生活25年、大事件にめくり合う日が来たんだ。どれどれどの指輪。これか、これを盗もうってやつがいるんだな。おまわり B。 おまわり B。 あ、痛かった。僕のおまわり B。 指輪できます。母ちゃん、何やってんの、あんた何やってんの、俺なんか当たってるよ。いや、自前のピストルがピンピン痛いにしちゃって。やめろ、します。なんだなんなの、あんたこれか、これか、面白そうだな、俺なんだかな。どうだ、ちょ、こわ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 、ピンもやってるぞ。なにこれ、ポール見ます。ちょっと何にもしないから、何にもしないから、これなんとかわかんないんだけど、これに惚れに集めたら最高だぞ。そうか、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 はめると、はめると、おお、おい、これだぞ。すいません、突然訪ねてきておかしなこと言って。いえ、いいんです、全部このムーンストーンのせいなんですから。そんなことより先週のお見合いのご返事を。実は僕、明日29回目のお見合いをするんです。え？いや、つまりこういうことですか。その今まで28回までは、あの気に入った方は下田さんにはいらっしゃらなかったってことですか。ええ、今まで軽い気持ちでお見合いしてましたから。ひとみ、今度は真剣な気持ちでお見合いします。あの下田さん、この指輪使ってください。え、これはお母さんの大事な、この指輪で今度こそ下田さんにぴったりな人を見つけてください。よかったね、親父。ひとみまだ当分読みに行かないよ。よかったねってお前、だってひとみがいなくなったら親父寂しいでしょ。子供なんていつだって順番に親元から離れてくもんだ。それにしてもひとみのやつ大丈夫かな。大丈夫だって、私なんてひとみの失恋何十回も見てきたもん。明日になったらケロッとしてるんだね。そうかな。ところで、あや、お前どうなんだよ。ん？お前、好きなボーイフレンドいないのか。何言ってんのよ。もうお前隠すことねえじゃないか。え？
ら、ほら今日はほら変な指輪出てきていっぱい変なことあったね。飽きたね、お前ごまかした。なことないよ。ねえ、うん、親父もあの指輪に惑わされた口じゃないの？バカ言っちゃいけないよ。俺はね、うん、あんな力なんか借りなくたってお母さんとは十分に愛し合ってたんだから。だよね。こんな解消なしの男なんでさ、月の魔力なんかなくてもいいわよね。そりゃそうだよお前。お前は何か言ったか？何持ってない。あ、かわいい。まだ来てたの？何二人で話してんの？いやちょっとな。何こんな時間に。誰かな。はい。ねえあやちゃん、パパと何話してたのよ。秘密。言ってくださいよ。誰だった？ん？いや、指輪と手紙が置いてあった。島田さんだ。ひとみ、パパ読んでよ。いいのか？うん。よいしょ。前略、ひとみさん、この指輪はお返しします。あなたの家から帰る道すがら、僕は指輪に願いをかけました。理想の女性に巡り会えるようにと。すると僕の足は自然にあなたの家に向かっていたのです。僕はようやく気づきました。いや、本当はあなたから指輪を受け取った瞬間に僕の心は決まっていたのかもしれません。今度は指輪の力を借りずにあなたを訪ねてみようと思ってます。アルカンデラムーン、アルカンデラムーン、来年は六大学に受かりますように。ちょっと貸して、ちょっと貸して。アルカンデラムーン、アルカンデラムーン、少しは家計が楽になりますように。こらこらこら、お前たちこんなものに頼ってくだんこと言うんじゃないよ、うん。いや俺も少しはかかったらこの指輪に。どうするんですか？ん、いやいやいや。僕に貸してください。何言おうと思う。アルカンデラムーン、アルカンデラムーン、僕にはたった一つ叶えてほしいお願い事がありました。お母さんに会いたい。今までありがとうございました。ひとみ役の白島です。皆さん、温かい家庭を作りましょうね。タマゴス、オーリスカ、申し込みます。バイバイ。奥山芳恵です。タイトルバックナイト最後の私が書いてたって皆さん知ってましたか？レコードの、応募いっぱいください。アルカンデルムーン、アルカンデルムーン、トモの役の黒田ゆうきです。これからまた皆様に会えるのを楽しみにしております。地球の自然を大切に、 I love you。 割と普通の家族を見てくださってどうもありがとうございました。これからもいい情報をどんどん仕入れて素敵な人間になってくださいね。さよなら。割と普通の夢の劇からお知らせです。あやお姉ちゃんの CD とよしお兄ちゃんの CD をそれぞれ30名様にプレゼントします。どっちの CD が欲しいかはっきり書いてご覧の宛先まで送ってくださいね。
発表は発送をもって返させていただきます。